まず止めなきゃいけない。ありがとうございます。むちゃくちゃなことをやっている、やりたいことはやってる、憲法も何もあったのじゃない、それをやってる人たちを止めなきゃいけない。解散、一定、協議、どれほどのことをやってきたか、選挙違反、買収、もう政治の基礎が壊れてしまっているんです。私たちは7月16日に憲法53条に基づいて両院のいずれかの4分の1の議員の賛同があれば臨時国会を開かなければいけない、その要求をします。しかし逃げ回って逃げ回って逃げ回って結局最後もうダメだということになったら、今度は顔をすげ替えた、顔をすげ替えても中身は全く変わってない、変わってないどころかもっと劣化している。市民どもの戦いを繰り広げた挙句に時間を浪費して私たちが皆さんにお届けしなければいけないこの予算、法案、その機会を奪います。奪ったのは機会だけではない、投票の機会も奪っている。海外の人たちは、その一部の方々はあまりにも解散から公示が近すぎて日本人であるにもかかわらずこの総選挙を投票できないでいる、そして期日前投票にも立ち障りが出ています。今日センターなこと、まさにやりたい放題をやっている人がいたらそれは止めなきゃいけないんです。皆さん止めさせてください。その選挙なんです。そしてこの衰退する日本、ここまで衰退をしている、そして年金も給料も下がり続けている、これを止める、2つの止めるの選挙なんです。じゃあどうやって止めるか。悪政は選挙で勝てばこれは変えることができる。じゃあ衰退はどうすればいいか。衰退は今の緊縮増税路線、徹底的に消費税を上げて、そしてその予算の使い道は自分のお友達、私も本当に驚きました、あの持続化給付金中抜きをしている、890億も事務費を払っているその会社行ってみます、行ってみたけども26人でやっていてもぬけの殻だ、じゃあテレワークをやってるんだ、890億ですよ26人に。皆さん佐賀市の予算どれぐらいですか。本来だったらコロナ対策に使う予算が使われてないんです。困った人たち、経営が苦しい人たち、雇用を奪われた人たち、その人たちに使うお金が配られてないんです。皆さんアメリカと比べてみましょう。アメリカは850兆ものコロナ予算を立てました。日本は90兆だと言っている。でもですね、それはアメリカの方がでかいから予算は大きくなるよねって言われますよね。かつては日本とアメリカの GDP の差は1対2です。向こうが2倍だったんです。今はもう4倍になってる。じゃあ4倍だったら200兆以上やんなきゃいけないじゃないですか。でも90兆、そしてその90兆の中も自分たちのお友達ポストコロナとかで使ってるために実際には30兆余してるんです。つまりものすごい衰退を招いてる悪政、この悪政を止めなければいけません。オスプレイについても同じであります。皆さんもうここでお話しする時間が尽きましたのでこれでやめます。2つの止める、2つの止める、これを皆さん一緒にやっていきたい。そして明るくあったかい日本を作っていきましょう。明るくあったかい日本は絶対に作ることができる。今彼らがやってることと逆をやればいいんです。緊縮の反対は積極、増税の反対は減税、私たちは消費税を次元的に 5% にするというお約束をしています。人気取りで言ってんじゃないんです。今のまま経済が落ちて落ちて落ちていけば日本はもう先進国からも
こぼれ落ちてしまう。いや、先進国からこぼれ落ちるだけではなくて、供給力がもうなくなってしまう。そうすると教育も、あるいは福祉も、医療も満足に今までのようなものが維持できなくなるんです。瀬戸際の選挙なんです。命と暮らしがかかった瀬戸際の選挙、どうか皆さん原口和弘に力をください。今週の土曜日には今東京から情報が入って、岸田首相が佐賀に来るそうです。よほど立つつもりなんだと思います。彼とは高知会時代机を並べて勉強してました。しかし安倍さんの国人形になった彼に首相の資格はないと思います。今回の選挙で負けてもらって、退任をしてもらう、政権交代をしてもらう、一つの政党しかなければ怒ってしまう。だからその怒った政治を一緒に皆さん断ち切ろうじゃありませんか。そして明るくあったかい日本を一緒に作っていきましょう。よろしくお願いします。ありがとうござい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 ます。原口和弘の熱い思いを述べさせていただきました。耳を傾けてください。